道びざおメディアを再生する、道びかを使った17世紀前半の野砲の発射道びかは、火のついた火縄を保持するため、片側が股状になった棒。リンシュトックとはオランダ語のラントストックに由来する。道びかは、砲兵が初期の大砲を発射するために使用された。道びかを使うことで、砲手が大砲から離れて安全に点火できるようになった。それまでは、 火のついた火縄を奉仕が自分の手で褒美のタッチホールに差し込んで発射していた。このやり方では、点火された発射薬の火が飛び散ったり、発射時の反動で後退する大砲に巻き込まれるといった危険があった。導管の火縄を保持するための顎状の分岐を持ち、橋は地面に突き刺して立てるために尖っていた。緊急時には、奉仕は槍に転用して、大砲を守ることができた。 18世紀に大砲はフリントロック式点火機構を備えるようになった。導管は時代遅れとなった。だが導管は旧式の添火法が残った場所で使われ続けた。例えば独立戦争中のアメリカやナポレオン戦争中のヨーロッパの一部である。それに米戦争とアメリカ南北戦争でも用意されていた。これは フリントロック式やパーカッション式の点火方法が失敗した時に使用された。ありがとうございます。